い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート38やっていきたいと思います。飛行兵団の調査に行くところだったんですけれども、ちょっと素材集めをしていたら、こいついたよね、なんかまた戻ってきてくれって言ったこのリカント、ちょっとこいつ話しましょう。軍船には行ってこれた。甘いものに飢えてないか、よかったらハーゴン軍の物資であるアンサンド、そんなの物資として補給されてるんだ。ただじゃ渡せない、生肉に目がない、生肉5個なら交換してやろう。え、ちょうど持ってるわあ、やった、ずいぶんたくさん生肉持ってな、アンサンドと交換するか。はい、はい、交渉成立、甘い甘いアンサンド。お、これでアンサンドが作れるようになったかな。違った、アンサンド飾り、みんなで食べるように盛り付けられたアンサンド。アンサンドの作り方がそもそも分かんないんだけど。 76% か、ちょっとお腹空いたら食ってみよう。まあ、生肉は食べられないからね。で、素材集めをして、ちょっと一回こっちだけ倒しとくか、貴重だからね、爆弾石。 OK、 爆弾石は18個。ではではでは、ちょっと飛行兵団のところへ行きましょう。こっち側か、この山から飛んでいくか。また足場を作んないといけないかな。足場用の素材を取り出しますと。足場用はこれ、白い岩。よし、登っていきましょう。ここも大理石ちょっとあるね。そんなに数は多いわけではないけど。で、こっちキメラがいたな、あいつ倒していくか。これは明治キメラかなんか、まあ、薬の葉だよね。ちょっとチーズで、このままあっち、あっちの方か。こっから飛べるかな、行ってみよう。よし、待って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 、ほい、で、あれ、腐った死体がいるよ。お、バブルスライムがいる。この先に毒沼がある。毒の香りで癒される素敵な場所。最近鳥の魔物どもが来ている。ギャーギャーやかましいことこの上ない。ちょ、え、なんか敵がいる。ちょっと倒していこう。毒に侵された。あれ、結構強いな、しかして。バブルスライドの時、そして魔導士、あっち敵が結構いっぱいあるね。あ、魔力推奨持ってんだ。切って、で、ここになんかまた、あれ、これ何、あれ、あ、こいつばあさんじゃん、人間じゃん、こんなところにいて大丈夫って思って敵がいるんですけど。ばあさん話しかけよう。お若いのどうじゃな、戦争は楽しめておるかい。この辺りの戦場跡から使えそうな武器を集めて暮らしている。銅の剣5つ持ってた天使の着付け役、これって混乱直すやつかな。銅の剣なんて多分俺すっげえいっぱい持ってるよ調達しまくったからね。銅の剣5本持ってる。まあ新しいアイテムなんで、天使の着付け役。え、切れ味の良い武器、鉄の剣、あ、金欲しい。鉄の剣はでも5つ持ってないと思うんだよね。持ってないね。じゃあちょっと覚えとこう。ちょっと待って、天使の着付け役、これこれどうやって説明見るんだっけ。一回しまおう。ちょっと骸骨が来てる。天使の着付け役、混乱を直すな。そうだね。あれ、でここから来たけどどっちだ、向こう側か。
あれ、なんだこれ逆、あ、こっち側から、もしかして本当だったらこっち側から来るってこと。俺飛んできちゃったからさ。でこっちに行って、毒の沼地がありますよと。あー、ここね、ここね、なるほど。あー、で魔物がいるから、ここは変幻の杖を取り出して行こう。飛行兵団ってさ言ってるけどさ、完全イエティ飛行してないよね。てか飛行の魔物なんていないし、大丈夫か。ちょっと話しかけてみよう。飛行兵団の野営地、超怪しまれ俺だけだよ飛んでないのだって。でグレムリンの強いバージョンだな、なんだっけ名前全然覚えてないや。お前ら何こんなとこで油売りさばいてんだ。風切りの羽集めてんのか。あれで風を沈めないと戦えない。風を起こしたり逆に風を沈めたりするすっげえ羽だ。最近空が荒れている。空飛ぶ魔物は気流の変化に弱い。竜巻なんか起きたらやばい。だからこそ風切りの羽を使って風を沈めてからムーンブルク城を襲う。ここらのグレムリンが集めている。回収係を頼むとしよう。気流の変化に弱い。なるほど。3匹のグレムリンに声をかけて、羽を6枚集めてこいと。了解です。こいつらか。ベビル、あ、そうだベビルだね。誰も見つからないようにこの毒の沼に隠しておいた。詳しい場所忘れちゃった。目印として木箱を置いておいた。僕の代わりに探してみてよ。毒沼の中、面白い、潜って探そうぜ。やだよ。乾きの壺を使えばなんとかできるんじゃないのと。魔物の姿じゃ乾きの壺は使えない。見つからない場所で一度変身を解く。木箱の毒沼から風切りの羽を探すと。え、なんかわかんねえな。ちょ、こいつにも話しかけよう。お前じゃない。これ所定位置に来ないと会話が始まらないんだね。ベビル様に羽切りじゃなくて風切りの羽。倉庫にある。羽も生えてないし飛行変動の仲間なのか。ごもっともです。開けてくれた。結局アホだなこいつも。こんなイエティなんてさ普通いないだろ飛行兵団に。入れないんだけど、ちょっともう超邪魔こいつ。イエティがそもそもでかすぎるんだよな。ああ、あれはまさか、あ、これもしかしてラーの鏡。うおお、戻った。いや誰にもいないところでよかった。どういうことだ、変化が解けた。やはりあの鏡は。おーい見つかった。見られたからにはしょうがない。始末させてもらおう。どっちが悪役だかわかんないなこれ目撃者は消す。これがビルダーよ。敵を倒した。ラーの鏡、やっぱりね。真実を映し出すというよりも珍しい道具、魔物が持っていた。風切りの羽と一緒にラーの鏡を回収しよう。ラーの鏡ゲット。よし。あれ？なんか宝箱は変わったぞ。原理がわからん。で風切りの羽、宝箱回収しとこう。ここで休めるんだ。あれ、このまま外出たらちょっとまずいよね。というわけで、イエティやだ。あ、バニーちゃんの、ちょっと待って、え、全員バニーちゃんま、いいや、寒そう。あとイエティなんだよ。あ、大きい寿司、あ、変わっちゃった。スライムで行こう。さっきさ扉の中に入っていったのはイエティで出てきたのはスライムってさ、この魔物とか本当他の人たちに興味ねえんだな。しかもグレムリンが一人減ってんのにもあんまり関心なさそうだし。カジキリの羽を持ってくるように頼まれた。本当に俺たちの仲間なのかどうかいくつか質問させてもらう。最初の質問、航空兵団。違う、ムーンブルクのやつらにやられた10万兵団。イエティで合ってるか。
や違うでしょ。では次、グレムリンの数は3人か。もう2人になっちゃったけどね。全問正解くれた、超ありがたい。こいつは簡単だ。毒の沼地のやつでよくわかんねえな。一応ちょっとアイテムみたいなの、ここら辺か毒の沼地って。あれ、ちょっと待って、開くって何、出てきた。なんだ、超簡単だった。乾きの壺がどうのこうのって言ってたけど、 あそこで木箱が置いてあるってことね。大したことなかったな。よし、じゃあこれで回収完了か。あれ、いなくなってる。あれ、いなくなった。ちょっと待って、あれ、どこ行ったあいつ。目的地がこっちになってんな。ではではでは、羽を大さめに行きましょうか。お待たせしました。おお、風切りの羽を集めてきたんだ。こいつの目は節穴か。なんでお前らスライムになってんだっていう。おかしいなって思わないのか。ちょうど嫌な風が出ている。あ、竜巻、竜巻が出やがった。竜巻ってさ、こんなところで発生するもんなの。飛びながら気絶してるんだ。風の力っていうのはなかなかすごい。俺たちも危なかった。飛行兵団は体がいつも浮いている。強い風に弱い。うまく地上に落とせるような魔法兵器。とにかくこれで敵の弱点は分かった。一度帰ろうと。バギバキューム、なるほどね。じゃあ帰ろっかね。鉄の剣もちょっとお渡ししたいんだよな、あのばあさんに。で、今度鋼の剣持ってこいとか言われたりするかな。鋼の剣とか作るだけだったら簡単だからね。なんだかただならぬ気配を感じる。何かあったのか。大変です。は？これはみんな死んでるのか。こっそり殺されて埋められていた。背中の傷は兵士の剣士の傷。兵士に化けた魔物の仕業。魔物が人間に化けてるとしたらどうやって正体を暴くのか。ラーの鏡持ってるよ。気は進まないけど、一度城中の全員を調べてみるしかない。城のやつら疑うのかよ。そんなことやめようぜ。お主怪しいの。だけど、君も例外じゃないよ。僕たちから手本を見せよう。まずは僕たちにラーの鏡を掴んだ。いいね、姉さん。はあ、こいつに使ってみよう。怪しい。僕の素敵な顔が映ってます。ハゲは、わしの顔じゃなんという男前。城内の兵士が消えたこと、やはり見間違いではなかった。可愛い子ちゃんは映っているのは私の顔です。で、こいつは大丈夫だよね。ちゃんと こっちからやろう。僕の顔が映っている。僕は魔物じゃない。なんとか安心したよ。お前は、私の顔が映っている。指導とか大丈夫なの、これやって。まあいいや、やってみよう。不思議なことに指導の姿は鏡に映ってない。え、やばくねえか。真実を映すとか言って何も映ってない。なんだか気分が悪いぜ。いや、しょうがねえだろ。3人は、あ、一応魔物ではないっていうことなのか。人間に化けた魔物、多分一般兵だよね。ここら辺は新しく入ってきた人だから大丈夫でしょう。うっす、ちょっと待って。やあ、よ、よ、あ、よくわかんねえ。右から行くか。自分の顔、え、これ全員やんの、めんどくせえな。自分の顔、おっさんは農業おっさん、
鏡にはやばくね、農業おっさんいなくなるとちょっときついんだけど、まあでも農地はもう開拓したからね。あ、3匹いるんだ。たくましい化け物の顔が映ってるぜ。おのれ、そやつが魔物であったか。バレちゃしょうがねえ、お前たち。シナバも戦いか。いや、これ、ひどくね？いや、なんかすげえ。え？魔物の群れを倒したとか。ひでえ。なんかかわいそうなことしちゃったな。魔物はやっつけたな。まあまあ、でもこっちもね、殺されてるからね。人が。まさか本当に人間に化けていった。一緒に過ごしていたんですね。考えるだけでゾッとします。てか魔物が人間に化けるってどうやるの。変化の杖とか持ってないでしょ。魔物と人間が夜な夜な話をしていたという情報もある。今後も定期的に魔物がいないか調べたい。ラーの鏡を預からせてくれないか。やだ、そう言うな。亡くなった兵士たちの墓を作り弔ってあげてください。あ、またちょっと待ってね。そういや、ここにもさ、死体放置してるんだよね。墓場作る。じゃあどうしようかな。ここ壊しちゃって良さそうだよね。あの空いてるスペースちょっと墓にする。ここのなんか横見てかくさ。あ、ちょっと待って、あれも壊しちゃった。城壁はどこだ。おい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 、とよし、これで OK。 ここら辺に墓なんてできるかな。これ死体でしょ。どうしよう。ジャンプはできるか。走れないんだよね。で、こっから先はもう外なんだよね。外でいっか。じゃあちょっと雪の中で申し訳ないけど、これ雪が積もるってことは、あ、雪だからか。雪が積もるってことは外ってことだからね。じゃあ畑の裏手あたりにしとくか。あの2人の死体も持ってくるか。こいつ何やってんの、突っ立ってるやつ。お前も死体だったのな。壁にもたれかかって死んでいた。そうか、ってことは全部で死体5体か。結構大変だな。なんかめんどくさいな。これ墓作ってあげるとなんかいいことあんのかな。アイテムくれるとか。まあ棺桶が5個か。あっちから持ってくるのがめんどくさいんだよね、これ。一応持ってくか。じゃあ一旦死体を全部集めよう。適当に一回適当に置いておいて、まあ、シスターの頼みなんでやってあげましょう。死体がそのまま放置されてもなんか怖いからね。かわいそうだし。まあじゃあちょっとここら辺空いてるんで、スペース的に棺桶を5つ用意しましょう。棺桶でゆっくり眠ってくれ。4つあれば大丈夫か。からの墓も作ろう。ちゃんとこれ4つ。王様、何こいつ。訓練してる王様、お前も戦うのか。うん、なかなか立派な心掛けだね。で、まず棺桶を出します。墓も出します。で、棺桶を設置しないといけないんだよね。ちょっと待ってね、ここら辺一回雪を解くよ。まあ端からでいっか。はいはい。寝るとかすげえ嫌だな。弔う弔う。こ
これでもさ、墓になったところって本当わかんないんだよね、どこに埋められてるか。十字架がないと。で、土で埋めるか。じゃあ土、土ってそこそこあったよね、いっぱいある。おい、間違えた。一応もう一回出せるんだね、担ぐで。あれ、雪積もんない、ここ。これでこの上に十字架置けばいいでしょう。あれ、十字架ってどこに置くもんなの、普通。ここでいいか。よし、オッケー。一応墓場が出来上がりましたと。薬の葉を回収していこうか。よし、23個。まあ薬草も今のところだいぶあるからね。でこいつ、本当にひどいことが起きてしまった。城の中に魔物がいるなんて。魔物は見つけたけど、かえって不安になったのは僕だけですか。まあ、確かにいるっていうことが判明しちゃったからね。飛行兵団の弱点は探ってきましたよと。バギバキューム、ミトさんの話をしっかりバッチリ聞いていた。亡くなった兵士の背中にあった傷は兵士の剣。魔物はやっつけても城内に裏切り者がいる。うん、敵の弱点は分かった。まだいるかもしれない。裏切り者に怯えつつ完成させてください。なんでお前そんなマイナスな方向で言ってるんだ。じゃああとはなんだっけ、バギバキュームって作れんの。足りねえ。かがり火、かがり火を作りますか。かがり火2つ作って、でそこからそのままバギバキュームに発展させよう。これ2つって書いてあるもんね。化石切りの羽も完全になくなっちゃった。で、できるまでちょっと調理をする。食料不足は本当に今深刻だからね。水入れてるけどさ、ポトフ誰も作ってくんないんだけど。開いて、じゃあ肉使って、じゃがいも入れて。だってポトフなんてさ、水入れなきゃいけないってことはさ、自動で生産できないよね。水を入れる人がいないもんだって。あ、井戸があるか。え、井戸から勝手に入れてくれないの。こう、うまくね、料理自動生産システムが機能してないんだよね。何なんだろうな。こうやってパンも、あ、3つ入ってるか。こんなポトフ1個さ作っても、次の夜が明けたら完全になくなるからな。アンサンド、これってここからさ、なんかどうやって作るよみたいなのは見れないのかな。多分パンとなんかだよね。でもさ、サンドってことはさ、火にはかけないと思うんだよ。別の方法で作るのかな。パン1個入れといてあげるか。じゃあ、はい、熱々鍋、ここにも1つ入れとこう。結構時間かかるね、ポトフは。せっかく作ってもさ、食われるんだよね。はい、食っちゃった俺が食っちゃった、間違えてまあいいや、そろそろ出来上がりの頃だと思うので回収しましょう。足りない素材とかはどうなってたっけ。ここちょっともう少し整地したいよね。しまって、あとは足りる足りる足りる、バギバキュームだけだね。よし、よろしく頼む。
バギバキュームの設置を。よし完成。夜中に皆さんよくやってくれた。また燃え盛っている。バギバキュームを置いてデジロの設計図を完成させた。竜巻を発生させて空中の敵を地面に叩き落とすことができる。飛行兵団とも戦える。大変なことになった。今も裏切り者がいるなんて。シドウのことも気にかかる。彼はどうしてラーの鏡に映らなかったんだ。君の前で言いたくはないが、彼は他の人間とは違う。どうしても不穏なものを感じてしまう。城の中の人間を信じられないことが一番怖いことだ。住民みんなを問い詰めるのも難しい。今は敵が尻尾出すのを待つしかない。お、来るか。これは魔物の気配。みんなすごいな、炎の中走っていくなんて。装備みんな知ってるの？ちゃんとあの箱の中に入れといたやつ。あー、人間が減ってんな、やっぱり。うわ、住人が減ってるわ。こいつは大丈夫でしょ、ハゲは。ちょっと鉄の剣を忘れないうちに調達して。鉄の剣どれだ？3本あるか、2本あれば十分で、もしかしたら鋼の剣って言ってくるかもしれないから、これも4本作っとこう。まあなきゃないで、箱の中に入れときゃいいからね。あ、そっか、鋼の剣って、あれなんだ、もう1個必要か。あれ5本あるよ。まあいいや。え、夜に戦闘か。まあやろう。そういうことも必要だ、時には。飛行兵団。手投げ爆弾は作ったか。戦いが有利になる。ちょっと待って、手投げ爆弾どうしたっけ。一応じゃあ取り出しとこう。10個。投げたことないんだけど俺。投げてみよっか。いやー、本当役立つのかこれ。よし行くぜ。正直言って悲しかったぜ。いや、そんなことよりさ、分かってよ、シゾーも。なんかやらなきゃいけない雰囲気だったじゃん。空気読めよ。よし、これはじゃああっちまで行くか、一気に。俺は飛んでいくぞ。俺も飛行兵団だからな。え、どうなってんのこれ。え、ちょ、待って。手投げ爆弾投げよう。当たった？当たってなくね？おーおーおお。わかんねえ。いや、謎すぎる。あ、でも地面の舞台、あ、ちげえや。あ、でもグレムリンはそう高く飛べないからね。てかこれほんと見てるだけで大丈夫だな。倒した？あれまだいる？出てきた。これ手投げ爆弾、こっからまずこれバギバキュームみたいなので叩き落とすでしょ。で、必殺で一回使ってこう。ちょっとまだまだ大丈夫な感じ。ほーら。で、俺はまた上に戻る。あー、でも人が減ってるから少し時間はかかるのかな、やっぱり。でもみんな元気だね。作ると唱えてるからか。てか、なんで作るとさ、毎回俺にはかからないの。あ、じいさん魔法で戦ってた今。ほら、てかさ、魔法なのあれ。なんでさ、じいさん一人にすんの、かわいそうだろ。で、次が来るか。あ、ベビルがいる。まずあそこでダメージ食らうんだね。手投げ爆弾投げるか、どうせあるし。はい、投
なくなった。まあ役立つかと言われれば役立つね。次が最後かなと、数的に。よし、ちょっと3つか、こいつ突破されてんな。待て、今回ここの城塞の中から弓を撃つ兵士はいないのか。現れたと同時にちょっと一回必殺技をかましておくか。よし、急げ。こしゃくな人間、私が直接その体をついばんであげましょう。あ、そっか、でも出てきた瞬間ダメか。スターキメラ飛んでるから落ちてきた瞬間だな。バギパキってどこにあるの。カチカチしとこう。あ、ここにあるんだ。おお、キャー落ちる。どこにいる。アタミトスター決めやる。ちょっとわけが分かんけど。いて、これ踏んでりゃよくねえか。ここで踏んでよ。俺はカチカチ踏む役。あー、でもそこそこパワーはあるな。やっぱりもう一回くらいちょっとぶっ放したいな、必殺技を。もうダメだ。復活した。え、何今。あ、なんだ、回復されたのかと思った。一匹だけいる。いけないんだけど。え、ちょっと待って、なんでさ俺に戦いを任せてんの。こいつらさ、なんかみんな撤退するよね。よし、楽だな、罠超楽だな。ただ人数が減ってんのはやっぱ痛手だね。生意気ですね。素直にやられ続けていればいいものを。この程度ではデーモンヘダには勝てないでしょう。古風これで飛行兵団を倒した。バギバキュームが効いた。残るデーモン兵団、壊れたデジロの修復をすると。OK です。なんかすげえ疲れてんだけどあいつら。見事修復が完成したと。あれはなんじゃ。え、また。え、そっか、今度あれか、デーモン系が来んのか。デーモン兵団にはこれは効かないみたいな。バギバキューなんてまた効かないし、ちょっと考えて。え、めっちゃ壊されてんだけど。勝った。え、強い強い強い、待って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 。デフプラって誰が隣に来るんだ。下ヒルの罠大きいところに勝つんだな。まずやっぱり数を減らそう。おお、ちょっとわけわかんない、必殺技使いたいんですけど、必殺技の条件がわかんないかな。やってればいずれ使えるって。ってかもう終わったし、おはようございますとか言ってる。なんとか敵を倒した。デーモン兵団、デインバリアもものともしない。こんな時どうするか。答えは一つ、悩んだら寝る。朝が来たばっかりなんですけど、これが王の器。明日から考えるとして今日のところは休もう。そうだね、夜通し戦ってたからね。フッフッフ。
よくぞこれを持ち出してきた、褒めて使わそう。悪魔神官様、お褒めいただき光栄です。兵団を追い詰めるとは、ビルダーも指導とやらもやはり厄介な存在だった。お前の判断は正しい。いくら勝とうと滅びの日は避けられない。力は逃れられない。どうかお救いください。アトラス様もすぐにお見えだ。このままうまくいけばそなたの願いは叶えてやろう。アトラス出てくるか。そうか、もう一段強いやつらがいるんだね。信念とはどこから来るものなのか。教団の教えは絶対だ。だが絶対的なものは外から与えられるものなんだろうか。戦い続けることがムーンブルクの民の定めならば、私は陸の野郎が呼んでるぞ。こいつらまだスクルト。食事の時間だ。ヒットポイントは回復してるね。リックどこにいる？いた。デーモンヘンダーに対抗するために次なる魔法兵器。その前にビルダーの鐘を鳴らそうと。オッケー。あ、なんかいろいろ依頼が来てるけど、まずは鐘を鳴らしますか。集めて、よし、オッケー。で、これでレベル4が最高だよね。毎回毎回。ビルドレベル4、マックス。お、デホマラーの回復量が上がった。それはいいな、かなり。こいつは、どっからやってくるんだ。扉を開けてきたな。おお、たくさんのレシピ。大円柱、牢屋の壁、牢屋の扉、石の屋根。屋根とか全然使いこなせてないからな。捕虜の鎖、壁差しの旗、兵士の服、捕虜の鎖、スパイを入れるための牢を作るのか。ベホマラーの効果が高まった。新しくやってきた人たちに声をかけてくださいと。お、赤い兵士だ。これは城がこんな姿になっているなんて。ビルダーであるミカミックスが作り上げた。それはすごい。ビルダーは破壊の使者だと聞きますが、これなら教団にも対抗できるのでは。そなたたちも城に戻ってきてくれ。うん、私たちもここでハーゴン軍と戦います。共に敵を倒しましょう。兵士4人。こいつらの武器も調達しないとね。っていうかさ、死体になっちゃったさ、兵士の鋼の剣どうなったの？回収できなかったよね。まあ、鋼の剣1本2本でケチケチしててもしょうがないんだけど、すぐ作れるから。依頼をしたい人たちがちょっといっぱいいそうだから話を聞いていこう。ものづくり力が上がりましたと。残りはデーモン兵団だけ。気を抜かず注意しなきゃいけない。確実に勝利をつかむために。スパイが誰なのか少しずつ分かってきた気がする。真っ先に君に話すよ。もう少し待っててくれ。よからぬことを考えてそうだな。多くの敵を残すことが倒すことができましたが、多くの犠牲者も出てしまった。命を失った兵士の方々はご覚悟があってのこと。安らかに眠ってほしい。教会を作っていただけないでしょうか。どこに。なかなかもう場所がないんだよな。教会の設計図。あ、これ置くやつか。あの辺りはいかがでしょう。まあそうなるよね。大体そうなるよね。収納箱に建材を入れていただければ建築をお手伝いできる。あ、それは楽だな。ハーゴン軍も残るはデーモン兵団のみ。王の間をもっと王の間らしい立派な部屋にしてくれてもよいのではないか。確かに民とも心を言葉を交わす心広き名君。壊れた玉座を新しい玉座にすること。部屋を超大きい部屋。
玉座を外し広げて超大きな部屋にする。玉座1つ、タペストリー4つ、かがり火2つ、玉座の間を作ってくださいと。了解です。じゃあまずはっていうかさ、これこのままでよ、このままっていうか、まずこれはちょっと外しちゃって、ここでよくねえか、ここの扉一回ちょっと外そう、壊そう、壊してさ、ここも壁にしちゃって、でここは完全にビルダーの金か、だいぶぶっ壊れてんな。で ここに階段がある意味がなくなっちゃったけど、まあいいや、直すのは後で。でここ、こっから王様の間に行けるようにしよう。じゃあこれ壊すまで一回、どこまで壊す、ここでいっか。てか床とかボロすぎるんだよな、ボロい壁とかも全部直すかっていうのは後でやろう。だからでこうでしょ、でここか。だからかっこいい扉みたいなのないのかな、ここ1個置いとくか、123マスか、3マスか、3マス分の扉ってのはないんだよね多分。あ、玉座の扉か、これちょっと作ろう。よし、で玉座、あ、これ作れるわ。からのこれが4つって言ってたよね、からのだけだっけ、あ、かがり火か、これが、これも4つだっけ、2つだっけ、なんか忘れちゃった。4つ作っとこう。でちょっと気になるんで、あ、一応肉は焼いてくれてんな。ちょっとばあちゃんのところ行こう、金と交換してくれるって言ってたから。あ、ギラのタイルとか破壊されてんな。あ、ここら辺結構破壊されてるわ。これは直してくんないんだ、魔法のものは作れないからね。ちょっとこの高台から飛ぼう。あそこは導きの弾はなかったよね。でこっちの方、だから本当はさ、これこっちからこうやっていくんじゃん。あ、そうだ、こっちからこうやって陸路で行くときはね、こうやってみると、でも全体がすげえ見回せていいな。でちょっとばあちゃんのところへ行きますと。鉄の剣5本、はい、金、さらに切れ味の良い武器来たか。鋼の剣なら持ってるよ。来たね、世界樹の歯。え、持ってるよ。鋼の剣取り出す。よし、十分武器が集まった。武器を集めて何をする気か。武器に囲まれていないと安眠できない。まあ骸骨とかいるけどね。一応倒していこう。よし、あれ後ろから攻撃が来てんな。いや、ここすげえ敵が集まってくんだけど、入ろう。ムーンブルク、てか世界樹の葉って何の役目。あ、あれか、担がなくてもすぐ回復できるよっていう、そういう感じか多分。一応見てみよう。力尽きた時全回復、あ、そうなの、それ超よくね。一応持っとこう。じゃあ
多分これ袋の中だと効果ないと思うんで、これ食べよう。 30% 回復する、やった。お、作ってくれてね。一応まあまあそれなりには自動生産システム、ここを有効活用してほしい。あ、肉入れた、いいねいいねいいね。で、なんだっけ、そうだ、玉座、玉座を作るんだ。玉座を作るから、まずはこれを置こう。で、そこから扉は、あれ扉、あ、でかっ、あ、扉こんなでけんだ。あ、じゃあここに置いとこう。で、あと何だっけ、あ、タペストリーか。じゃあなんかここに置いて、ここに置いて、あと王様の横にも置いとくか。ここに置いて、ここに置く。ダメ、何が足りない、あ、ここら辺が多分あれだ、足りてねえんだ、大きさ的に。これでどう、超大きい部屋判定にな、あ、なった、超大きい玉座も、まどうよ、あいつ来るのせえな。お前はここで玉座に入ることなく話す。我らが王のために立派な王の間を作った、素晴らしい部屋だ。戦いの役に立つ部屋でもなかろうに苦労かけた、大して苦労してないんだけど。それっぽく民と接することができよう。指導とはどうなのじゃ、どうも恐ろしくなってしまっている。悪鬼のごとく戦いぶりを見て同じように恐れを抱く兵士も多い。相棒のことをそんな目で見たくはないが、あやつは少しわしらとは違うのかもしれない。あ、で次、じいさん。残るはデーモン兵団のみ。勝利を祝う宴の準備。勝った時のことを考えるなんて気が早すぎる。勝ってから準備するのがそれでは遅い。幼い頃見た花火、孫娘のミトに見せてやりたい。打ち上げ砲台を3つ作り、縄文の上に置いてくれ。花火か、でもなんか花火を見ると何だっけ、空っぽ島で水着が作れるようになるんだよね。よし、じゃあ教会か、まず設計図を敷きますか。教会なんてこんな端の方でいいよね。ここから入って、あ、じゃあこういう向きにしよう。待ってね、こうがいいね、これでいいか。ちょうどなんかそこには置けません。この黄色いマス分野全部やっとかなきゃいけない、もしかして。これだってもう、じゃあこうするか。まあ無難に敷けるところに敷きますか。で、あ、ここら辺か。ステンドグラス16個作ってもらおう。箱を用意して、別に教会は墓を置く場所ではないもんね、祈るための場所だから。わった、足りるな。よしよしよし、あとはこれ足りる。ガラスか、ま、ガラスはでもそこそこ作れるはずだから。で、あと必要なのはろうそく。祭壇は持ってんだっけ。ベンチで、ベンチも1個作れば足りる。そんなもんか。で、あと収納箱1個作っていこう。デーモン兵団用はデーモン兵団用に一応残しておこう。どれだっけ、収納箱、あれない、ちょっと待ってね。扉、明かりではない。生活家具、あ、あった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 。よーし、オッケー。じゃあ、教会を
作っていただきますか。ちょ待って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 、お前らちょっと待って、今ちゃんと用意しておくから。で一回ちょっと待って、レイルって全部しまおう、わかんねえから。でそこから必要なものを取り出す。あしまっちゃった、あれも、まあいいや。絨毯取り出すでしょ。白壁も必要か。でこれこれ、あれ扉ってどこで必要、まあいいや。とりあえずマークがついてるもの全部出そう。ぽいぽい、あもう無理か。でこれでこれくらいか。で入れて入れて、白壁もいいや、全部入れちゃおう。で入れて、ん扉、あそっか、ここでも全部か。めっちゃ作ってんな、そんなに大きくないからすぐできそうだな。何パーセント、あでもまあ47 48 50 51、これどっち優先するの。いや先頭の方が優先か、こいつは作ってんな。お前戦いに行かないのか。じいさんが作るのはまだわかるけどさ、リックお前も戦いに行けよ。やはり人が少ないとできるのが遅いってか、こいつは強えんだよなそもそも。結構破壊されるんじゃないかこれ。ちょっとめんどくさい、こいつはめんどくさい。いや飛行兵団もめんどくさかったけど、どうしよう、このトゲの罠とかって効くかな。だったらトゲ罠大量に敷き詰めてくるから、まあ一番無難だよね。ひたたとか使える頃には敵倒してるからね。さあみんな作れ頑張れよって。78%、 あとちょい。足りないのとかある。何ここからちょっと出来が遅いんだけど、やはり苦労するか、上の部分とかだからね。料理作ってこよう、料理は重要。これちょっともらっとこう。でこの中に入ってくる。なんで肉が置いてあんの。あもうパンがないからか、そういうこと。俺はポトフを食うしかない。いや速攻でなくなるな、パンとかも。できた？まだできてないか。 97%。 じゃあ畑に行こう。あできてるできてる、実ってるね。あー小麦が、小麦がまたなくなった。小麦3つしかないわ。もうどこまで行った。 99%。 おお完成した。教会を作ってくださった死者への祈りを捧げる。信者のふりをして今まで生きてきた。壊すより作る方が好きです。指導様は気が立っている。何かあったんですか。指導様を恐れる兵士もいるようですが、あの方の優しさを知っています。じゃあもうここの、じゃあ話すじゃない。
箱はいらないから回収しとこう。中身は全部ほい。あとは打ち上げ放題、これの作り方だね。ん、打ち上げ放題どうやって作るんだ。あれ何で作るって言ってたっけ。設計図で作るって言ってた。ここら辺違うもんな。あれ、わかんない。ちょっと待って、この上に置けって言ってたよね。あ、でもやっぱり魔法か、魔法のあれで作るのかな。いや違うな、バギバキュームしかないな。ちょっと打ち上げ放題もう一回、打ち上げ放題3つ作り、あ、それだけか。あれあった。ちょ、1個ずつじゃあ見てこう、ちゃんと。扉とかでもない、明かりでもないよね。飾り家具、壁掛け家具、装備、あーっと、こんなとこにあった。しかも超簡単に作れるし。で、ちょっとここら辺のやつはいらないから、これを取り出そう。よし、じゃあ沖に行きますか。ここに、ん？どこだ？こうか？違う、詰め込む。こうで、こうだから、こう。オッケー。あいつ寝てんのか。来ないけど。あ、来た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 。打ち上げ放題を作った。これでミトに花火を見させてやれる。勝利の暁には盛大に打ち上げよう。城にはまだ我々の勝利を信じきれぬ者もいる。それも無理のないこと、何百年も戦い続けてきた。いつもあるものがなくなるというのは受け入れがたい。戦争を終わらせることが正しいと信じる。よし、できた。ここまで登ってくるかな。もうハートがね、意味ないからね、ここまで来ると。デーモン兵団はこれまで開発した魔法兵器をものともせずに進んできた。デーモン兵団を倒す魔法兵器を作り、出城を強化しなければいけない。相手の弱点を探る必要がある。設計図を書いてほしい。もう全体だな。対デーモン兵団設計図。うん、まあここら辺まためっちゃ必要だよね。出城を強化する設計図が書けた。わしに心当たりがなきにしもあらず、わしらはお主を待つ間に出城の設計図を組み上げておく。まあまた入れといてねと。敵地に潜入中にわしが得た情報によれば、氷の塔という場所にとある宝があるらしい。その宝は強い力を持つ代物、強力な兵器ができるかもしれない。どうしても確かめたいことがある。城の警護に当たろう。氷の塔はムーンペタの東にある海岸を南に進めばたどり着く。猛烈な吹雪がある場所がある。へえ、オッケーですと。
じゃあ、次回はこの氷の塔の、探索をするところからやっていきましょう。必要なものについては裏方で集めて箱の中に入れておきますと、いうところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。